ジョアン・マリオ・ナバルダ、コスタ・エドアルドは、ポルトガル・ポルト出身のサッカー選手。SL ・ベンフィカ所属。ポジションはミッドフィールダー。兄のウィルソン・エドアルドもサッカー選手。2004年、当時11歳で、競合、スポルティング CP のユースへ入団。2011年12月24日の UEFA ヨーロッパリーグ SS ラツ予選に出場し、 B チームに昇格する前にトップチームデビューを果たした。2012から13シーズンから B チームに昇格し、44試合に得点を記録した。ビトーリア・セトゥーバルへの半年間のレンタル移籍を経て、2014年にトップチームに昇格。2014から15シーズンからはレギュラーに定着した。2016年8月28日、セリエへのインテル・ミラノへ移籍。 移籍金は4000万ユーロ。9月11日のペスカーラ戦でセリエ A デビューを果たした。2018年1月26日、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC へシーズン終了までの期限付き移籍。シーズン終了後には保有元のインテル批判とも取れる発言をし、イングランドに残るかと思われていたが交渉がまとまらず、インテルに復帰。構想外と報じられたが、 ルチアーノ・スパレッキ監督のもとでコンスタントに出場し、10月にはインテルにいられて幸せだと話したと報じられた。2019年8月27日、FC ロコモティフ・モスクワへのローン遺跡が発表された。2020年10月6日、スポルティング CP へのローン遺跡が発表された。2021年7月13日、 スポルティングのライバルである SL ベンフィカと2026年までの契約を結んだ。ポルトガル代表として各年代でプレーし U-15 から U-21 までの世代で計82試合に出場した。2014年10月11日に行われたフランス代表との親善試合にてクリスティアーノ・ロナウドとの交代で76分から出場し A 代表デビューを果たした。 2017年11月10日のサウジアラビアとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。